カンバイズ、1892年。東京国立博物館像、本田金吉郎キから1921年5月26日は、明治時代の洋画家、風刺漫画家、造園家。号は、千切り山。藤原尊春聖女、前県古実牧七より、青山恩殿にあった広島藩の江戸屋敷で、本田房太郎の長男として生まれた。 8歳の時、父が没死、15歳ということにして、家督を継いだ。1863年、広島へ下り、1865年の第二次、長州征伐に従軍した。広島藩校の洋学所で、洋式兵学を治め、英国帰りの野村文雄に英語を学び、藩校の助教授になったが、1871年廃藩地検になって上京し、 慶応義塾で一年英学を収め、翌73年に、工部省測量士の測量学校に2期生として入学した。そこの測量教師ライマー・ジョーンズが画祭を認め、洋画家への道を進めた。1874年、川端玉章に入門し、英国帰りである、国沢新九郎の、将棋道塾に転じた。翌1875年、文社の塾頭になり、 1877年、国沢の没後、遺言により将棋道を継いだ。弟子に、丸山万華、小川右仙、下村伊山、鳩山春子、松本民次、後に、実業家となる村井哲次郎らがいた。将棋道では、国沢が持ち帰った、英義法書を翻訳し、抗議した。その役校、雅楽類産九冊を、1890年9月から、 翌91年2月にかけて、自費出版した。1877から1883年に、週刊新聞、〇〇新聞及び姉妹誌の、きび団子に、風刺漫画を提供した。1893年に、小林清下が〇〇新聞を退社すると、その後1年半ほど、同志に関わった。 1883年末から1901年まで、陸軍士官学校と陸軍幼年学校の図画の共感を続けた。1886年には、文部省の依頼で、小学が手本14冊を編んだ。1889年、岡倉天心、アーネスト・フェノロ・サラが、日本美術革新のため、 洋画を排斥した東京美術学校を設立したとき、対抗して、明治美術会を、小山翔太郎、浅井忠志らと設立した。日本庭園造園を好み、図解庭作り法などを表した。ジョサイア・コンドルは1893年、これを参考にランドスケープガーデニング・イン・ジャパンを、出版し、2007年版、庭作り法に、コンドルの序文が掲載された。本田は、 茶道もたしなみ、茶室構造法茶道溶血上下などを出版した。1897年から1918年までに、八幡公園、四道山公園、西公園、清流公園など、41の庭園を設計した。1902年、小沢慶次郎が、ロンドンの日英同盟記念博覧会に出展した、日本式庭園の長官図、詳細平面図を描いた。 1908年、赤坂で、ぶっ子洋画家の追悼祭を催し、洋風美術家商店追悼記念を編んで配った。1921年、東京で没した。70歳、品川の東海寺セゾンドの裏に墓碑がある。1933年に、小川右仙羅門下生が、千楽寺に建てた。検証碑は、寺の改修計画のため、解体され。 段下墓地内にて保管されている。ありがとうございます。